皆さんおはようございます。平成25年4月21日の第一礼拝を始めております。それでは引き続き、主を待つように静まる時を過ごしたいと思います。今日お手の方もお願いします。Thank you.
ただ愛求める人が皆あなたにあって楽しみに喜びますように、あなたの救いを愛する人たちが神を崇めようといつも言いますように、私は悩む者の貧しい者です、神よ私のところに急いでください、あなたは私を助け私を救う方、主よ送らないでください。天の父の神様、皆を崇めておめでとうございます。今日この日、雨の日ですけれども、変わらず兄弟姉妹たちをこの前にお送りください、ありがとうございます。また神様、遅れている足もあれば、その足を、強め、足元を登ってくださいに、この前へとこの前へと導いてくださいますようにお願い申し上げます。また、ご用かどうしようかと迷っている魂をあの様が格別に覚えてくださいますようにお願い申し上げます。神様、朝は、この取り乱れの私のために、イエス様を送ってください。十字架の死を行いと、復活の勝利をもって、この者たちを救ってくださいましたことを本当にありがとうございます。今、この事実を本当に、真実のものとして、また、頼るべきものとして、今一度新たに心に刻むことができますように助けてください。またそのことで、この群れに入ろうかどうしようか、バプテスマを受けようかどうしようかと思っている方々の上に、まっすぐな格別を踏み込んでください。その時を早めてくださいますようにお願い申し上げます。神様、すぐる1週間は、オーストラリアの、大勢の方々が、参加されましたけれども、無事にこの場に帰してくださいましたことをありがとうございます。神様、また、その時にまかれたまでが、神様によって大きく育ちますように、お願いを申し上げます。また、このことで得た、祝福と勝利を、この地にも、歌手と今の絵さんの中から賞賛をしていきます。この命捧げ
Thank you.
書朗読。本日の聖書朗読はエリミヤ書49章23節から27節です。エリミヤ書49章23節は新改訳聖書第3版の使い方は旧約聖書の後ほど1335ページになります。第2版の方ですともう少し早いページになります。エレミヤ書49章23節。ダマスコについてハマテとアルパデは恥を見た。悪い知らせを聞いたからだ。彼らは海のように震えおののいて恐れ静まることもできない。ダマスコは弱り恐怖にとらわれ身を巡らして逃げた。散歩のような苦しみと苦痛に捉えられて。一体どうして英雄の町、私の喜びの都は捨てられたのか。それゆえその日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士たちも皆立ち滅ぼされる。万民の主の御言葉。私はダマスコの城壁に火をつける。その日はベン・ハダデの宮殿をやめ尽くす。後ほどこの箇所からダマスコの滅亡と題しましてベニヤミン中野先生からメッセージを受けます。それではプログラムを進めてまいります前に賛美グループの第2の方々の講師をお願いします。
主の皆を褒めたたえます。それでは司会をベニヤミン仲本先生とください。それではもう一度お聞きください。歌集から2曲268番と242番。
また私の祝福にあかっていくとおっしゃおられます。確かにこの私に従うこと、私の言葉を求めることを第一優先しなさいとおっしゃおされます。私はそのものにそれらに加えてこの必要なものと、あなたに必要なものを全て備え、またあなたが壊れると思う、そのようにすると壊れると思っているこのいろんな人間関係、私事や勉強や全てのものも私があなたに導いていくことを思いなさいとおっしゃわられます。また従い続けるものはこのいろんなこの困難も通りますが、その中で私の圧倒的な技を見ることを覚えなさいとおっしゃわされます。私はあなた方のこの肉の歩みとともにその情と欲と十字架につけたと主張されます。それにこの情によって歩み、また欲によって歩むではならず、私の生ける神の言葉によって聖霊様の助けによって歩んでいきなさいと主張されます。この今見えるところにおいて本当にこのいろんな困難を取られている方々、またこの大いろんな苦しみにあっていること、それは本当にこの私が働く出番があり、また私がそのことを祝福にしてするので、あなたはそのことを喜び、また一つ一つ感謝を捧げなさいとおっしゃられます。もうこの漫然とこれを受け止めるのではなく、そのことを感謝をしなさい、一つ一つ感謝をしなさいとおっしゃられます。確かにそのもう聖書に書いてある通り、その中で私の技が起こり、私の大逆転がその中から始まっていくことを覚えなさいとおっしゃられます。今あなたの前にあるこの問題、あなたご自身のその問題と思えるもの、この問題においてもあなたはこれら全て私に委ねていきなさいと称されます。私がそれを祝福に変え、私がそれを持ってあなたを豊かにこの導き、あなたに対する私の計画をさらに開いていくと称されます。海外派遣に使わされましたが、この海外宣教の世界宣教の働き、この実際に行くこと、また捧げること、祈ること、それを通して確かにこの教会を大きく祝福されることを覚えなさいとおっしゃわされます。あなた方一人一人の思いがそのことにも生き、また祈り、また捧げ、また実際に使わされていくようにしなさい。それは実際目に見えてつながってはきませんが、例の中ではこの大きな関わりがあり、あなたの人生と関わりがあり、またそのことが進められていくときに大きな祝福があなた方に、またあなた方の教会に与えられることを思いなさいとおっしゃっております。ハレルヤ。それではもう一つの242番、これを歌います。10時間の礼拝によって愛します。